はい。で、今日はちょっと子供と一緒に親子で学ぶっていうことで、かなり初心者の方にも分かるような感じでさせていただいてます。親子でそれを学びながら、子供にも伝えれたり、周りにも伝えたり、子供も興味持っていただけたらなということでやっております。では、ちょっと三木先生、お願いいたします。はい。改めまして、皆様、こんにちは。コロナの状況が厳しいもんですからマスクをしてましたけれども、今日は今からマスクを外させていただきまして、お話をいたします。はじめに今日は久本さんもですね、ご縁でいただきまして、親子で学ぼう日本の心ということで、私自身、今年88歳米寿を迎えてるんですけども、実は小学校の時に父が戦地に参りましてですね、パロで亡くなりました。ですからこの度の8月15日に全国のですね、戦没者の追悼式に兵庫県の遺族の代表で、出席いたしまして、献花をしてきたようなことでございますけれども、私自身父が教師をしておりましてね、私もその後受けて教育の世界に入りました。若い時から現場で、英語の教師として勤め、また18年ぐらい現場で教えてたんですけども、あと40歳の時に県の教育委員会に入りましてね、あと20年ほど、管理職として出たり入ったり、最後はこの姫路のですね、お城のすぐ下にあります県立姫路東高等学校の校長を務めまして、退職してからもう27年になるんですけども、退職した後ですね、吉田松陰先生のそれこそ松陰先生の後を継いでですね、素晴らしい松下村塾のようなね、塾を姫路城下で開いて、素晴らしい次の世代の子どもたちを教育したいなと思って開きました。そして今日はですね、親子で学ぶ英才塾といいますか、日本の心を伝えるお父さんお母さん方と一緒に子どもたちに学んでいただけたらなと思います。はじめにちょっと私自身の思いをですね伝えますと、私たちはですね、お父さんお母さんのご縁いただきましてね、この世で果たすべき使命ですね、役割を持ってみんな生まれてきたわけですね。一人一人がね、自分の持ち味を生かして、ね、この世に、ね、お役に立つため、ね、貢献するために大きな役割を持っているわけですね。そのためにね、自分を人間として磨いていくことが非常に大事だと思うんです。もちろん学校で学びますね、知識や技能、これを身につけることはもちろん大事なんですけども、それよりですね、最も大事な根本はね、人間としての特性を磨くことにあると思うんですね。でそのために私は昔から日本人の子供の頃、日本人がですね、子供の頃から学んでまいりました論語ですね、論語というのは今から2500年ぐらい前のですね、中国の孔子先生という偉い先生の言われたこととか、お弟子さんとのですね、問答ですね、やり取り、それが記されている約500章ぐらいある古典なんですけども、それと、それから実語経ですね。実語経といいますのは、約1200年ぐらい前ですね、平安時代の偉いお坊さんの弘法大師ですね、空海が作られたと言われてますけども、子どもたちを教え導くためのね、素晴らしい書物で、昔の子どもたちはみんなそれを勉強しました。それから教育勅語のですね、12の徳目、教育勅語と申しますのは、明治23年ですね、10月30日に第122代の明治天皇がね、発せられた勅語で、日本人としての生き方が示された非常に大事な教えであります。戦争前まではですね、小学校の修身という教科があったんですけども、その授業で教わって、卒業するまでには日本人みんなですね、教育勅語を暗唱するくらいに勉強いたしました。その中から獣医の徳目にね、を身につけるために、作られたような物語、これを分かりやすくですね、話していきたいと思います。お父さんお母さんと一緒に楽しくですね、学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。自己紹介兼ねて、今日からスタートいたします。この勉強会の趣旨を申し上げました。よろしくございますか。じゃあまずはじめにですね、論語から今日はですね、2つ皆さんに言葉を紹介したいと思います。1つはですね、ちょっとこの画面映るようにしてもらっていいですか。
聖愛近し、習愛遠しという言葉です。もう一つはですね、教えありてるいなし、教えありてるいなしというね、こういう二つの言葉についてお話をしたいと思いますが、その会場の方にはですね、村岡聖大先生とそのお嬢ちゃんのリオちゃんがいらっしゃいます。で、まあ、リモートでですね、皆さん方オンラインで聞いてくださる方も一緒に、まあ、今日は聞いていただきながら繰り返し言っていただいたと思いますが、じゃあまず私が言いますから、それをリオちゃん、私などつけて言ってくれますか。死の玉枠、はい、死の玉枠、聖愛近し、聖愛近し、習い愛遠し、習い愛遠し、これ先生がね言われた言葉をね、普通死枠でもいいんですけども、尊敬の気持ちを持って先生が言われましたね。日本語でも言いますね、先生が言うたとは言いませんね、先生が言われましたと。そういうふうに尊敬の気持ちを持って言うときに死の玉枠と申します。もう一回いきましょう。死の玉枠、はい、死の玉枠、聖愛近し、聖愛近し、習い愛遠し、習い愛遠し。もう一つはですね、死の玉枠、はい、死の玉枠、教えありてるいなし、教えありてるいなし。もう一回いきましょう。死の玉枠、死の玉枠、教えありてるいなし、教えありてるいなし。はい、これはですね、この聖愛近し、習い愛遠しというのはですね、人はね、生まれた時にはね、みんなほとんど同じなんですよね、そんなに差がありませんね、聖愛近し、生まれた時にはほとんど同じなんですね。その後ね、どんなことでもね、一生懸命に頑張ってですね、努力した人とね、そうでない人とではね、随分違いが出てきますね。習い愛遠し、習いというのは学習の習と言いますね。学習というのは学はのこと学ぶこと、習というのはね、それがもう習慣になるぐらいね、身について何回も何回も繰り返してですね、することを習うと言いますね。羽の人に白いと書いてありますね。ちょうど鳥がね、お母さんが飛び立つのを見てですね、同じようにね、羽を振ってね、この胸の白いところが見えて、そういうふうに繰り返し繰り返しやってですね、それを実現していくことを習うと言いますね。だから学習ね、学校で学習すると言いますが、ただ学ぶだけじゃなくてね、それを実践するのが大事なんですね。そういうふうにしてね、一生懸命に努力をしてした人との、そうするとだんだん差がついてきますよね。これが習い愛遠しであります。だから人はですね、誰でもこう思いやりの気持ちを持ってますね。生まれながらね、優しい人になったりね、あるいは何でもね、努力して少々苦しいことがあってもですね、頑張っていける人とね、そういうことによってね、その人がどんな風な人物になって、どんな風なね、人生、この世でどんな風な役割を果たそうかなっていうね、気持ちを持って体を鍛えたりね、心を磨いたりする努力が必要ですよっていう、まあ、そういう教えですね。人は生まれつきというものはそんなにね、違いがありません。誰も似たり寄ったりなんですね。だけど生まれた後ね、習慣や学習の違いによってね、その差がだんだん大きくなってきますよという意味です。もう一回いきましょう。聖愛近し、はい、聖愛近し、習い愛遠し、習い愛遠し、はい、一人で言ってみてください。死の玉枠、はい、死の玉枠、聖愛近し、習い愛遠し、うん、そうですね。今りょうちゃんがね、しっかりと読んでくれました。もう一つはですね、教えありてるいなしという言葉ですね。これも同じような意味なんですけどもね、人はね、学ぶことによってね、差がついていきますね、このようにね、教育によってね、差がつくんですね。生まれつきね、人に、よくできるとかよくできないとかね、貧しいとかいい、まあ、上中下なんて区別がありません、ね、人間みんなですね、同じように、生を、ね、このように生まれてくるわけですね。だけど教えによってね、受けた教育によってですね、随分ね、違いが出てきます、ね、いい先生に出会ったりね、友達に出会って、ね、たくさんのことを学びましたらね、誰でもきっとね、素晴らしい人になれるんですよというのをね、教えありて類なし、類というのは種類ですね。だからいろんな種類がもともとねありません。人間みんな平等なんですね。いい教育を受ければね、誰でも立派になれますよというね、いい先生に出会ったり、いいお友達と出会ってね、毎日一生懸命努力して生きることが大きなね、
素晴らしい人になるんですよと、こういう意味です。もう一品いきましょう。はい、地の玉はい。地の玉は教え歩いているいなし。教え歩いているいなし。はい、じゃあ一人で読みましょう。はい。地の玉は教え歩いているいなし。難しい。皆さんいかがですか、ね、お父さん、子供さんもいらっしゃるかもしれません。一緒にみんなで行きましょうか。今日、論語から2つの言葉を紹介いたしました。はじめの方行きますよ。私の後つけてみんな大きな声で言ってくださいね。地の玉枠。はい。地の玉枠。誠意愛近し。誠意愛近し。習い愛通し。もう一つ、地の玉枠。教えありてるいなし。教えありてるいなし。はい。じゃあ一人で、りょうちゃんちょっと両方読んでくれますか。はい。地の玉枠。誠意愛近し。習い愛通し。はい、ありがとう。よく言いましたね。ルイちゃんは今4年生ということを聞いてますが、ね、今、久本、ね、様のお子さんも2年生とかいらっしゃる。みんなね、昔はもう幼稚園ぐらいからですね、こういうのをセンスの後つけてね、言ってました。これをね、まあ、難しい言葉、素読っていうんですね。ひたすらね、そんな意味を考え先生の後をポツポツとね、大きな声で繰り返し繰り返し読んでね、もう小さい時はね、みんな暗唱してしまいます。ですから、ね、来月ね、月に1回、2回しますけれども、次までにね、この2つはもうね、そらんじてくださいね。みんなで声合わせ、見ないでも言えるようにね、しましょう。はい、今、6つ聞いたと、それくらいしますけれども、いかがですかね、久本さん、どうですか。ありがとうございます。すごい分かりやすかったです。どうですか。はい、そうしましたら次ですね、実語教からですね、一つね、ご紹介したいと思います。まあ実語教というのもですね、いろいろ難しい言葉もあるんですけれども、今日皆さんにねご紹介いたしますのは非常に、まあ、一番初めに出てくる言葉なんですけどもね、これも昔はですね、子どもたちがどんなふうな人間に育っていくかに教えた大事な言葉なんですね。山高きがゆえに尊からず、ね、尊からず、山が高いからといってですね、それは尊いわけじゃないんですよ。ね、またね、木あるをもって、ね、尊しとなすと。ね、ただ単にね、山はね、どういうの大きなね、高い高い山やからね、素晴らしい、尊いという意味と違うんですね。山にはね、木が生えてね、してるからこそ、ね、領地があるんですよということですね。そしてまたね、地とね、越えたるがゆえに尊からず、ね、よく越えて太ってね、立派な体格している人がね、立派なんじゃないですよ、尊いんじゃないですよ。知恵あるをもってたっとしとなすとね、知恵があるからこそね、立派な人なんですよという、この2つが対照的にね使われた一番初めの言葉です。もう一度ね、言いますけども、山高きがゆえにたっとからずね、知恵あるをもってたっとしとなす。山は高いからといってね、価値があるわけではありません。そこにね、知がね、はい、ね、いますから価値があるんですね。まあだから世に立つね、人になろうということで、ね、勉強ができるからといってね、それだけであるわけじゃないんですね。学んだことをね、人の役に立てるかどうか、これが大事です、ね。だから世の中にね、役に立つ仕事をしたいなという目的を立ててね、一生懸命に勉強する意欲がね、湧いてきます。まあそういうね、気持ちが非常に大事ですよと。ね、ですから、人をたね、超えたのが言うに、たっとから、私はね、小さい時、ね、父が戦争で亡くなってですね、もう食べるものもなかったし、非常に貧乏いたしました。ですからね、体は今はもう、だいぶ人並みの体格になってるんですが、小さい時は学校で一番、小さな男の子でした。だからね、誰々君みたいに太りたいなとかね、誰々君みたいに背が高くなりたいっていうような気持ちがあったんですけども、まあしかし、ここに書いてあるようにですね、太ったりね、大きいなだけが尊いんじゃないですね。ね、知恵あるをもってたっとしとなす。ね、知恵があってね、立派な人になるっていうことが、それが尊いことやと思ってですね、まあ貧乏の中一生懸命歯を食いしばって勉強いたしました。ね、
昔はですね、お金持ちの、ね、人はたくさんいろんなものを食べますからね、太ってる人が多かったのかもしれませんね。で人はね、見た目やとかね、地位だとかね、偉いとか偉くないとか、そういうことで判断しちゃいかんのですね。知恵があるということが大事ですよ。知恵というのはね、普通の知識と違うんですね。世の中のためにね、立つようなね、ことにつながるのが知恵であります。ですから、いろんなね、知識が持っててもね、それが世のためにね、人のためにならない、自分だけのね、自己主義的に自分のためだけにそのね、知識をひけらかすようなことではダメなんですね。だから学校でね、テストでいい点が取れるだけではダメです。いい点が取れるっていうことも大事なんですよ、努力してね。ですから自分にとってですね、今何が一番大事なことかな、ね、そういうことが判断できてね、そして人のためになる、そういうことがね、知識が知恵に変わってこそ意味があるわけですね。そういうことで、じゃあそれ一遍ゆっくりと言いますから、ちょっと文字がなくて読みづらいかもしれませんけども、昔はですね、先生の後をつけて、ね、ほとんど小さい時には文字を見るよりは音から聞いて先生の後を繰り返し繰り返し言うことが大事です。参りますよ。山高きが故に立っとからず。はい。山高きが故に立っとからず。はい。木あるをもって立っとしとす。はい。もう一回いきましょう。山高きが故に立っとからず。はい。山高きが故に立っとからず。木あるをもって立っとしとす。木あるをもって立っとしとす。はい、そうですね。次いきますよ。人越えたるが故に立っとからず。人越えたるが故に立っとからず。木あるをもって立っとしとす。木あるをもって立っとしとす。はい、ね。今日はこういうことで、ちょっと論語ともね、似ていますね。その人間がいかにしてね、意味のあるね、大事な役割を果たすための人になるのかなということで、勉強するね、意欲が湧いてくる、ね、人間は姿形で見た目で判断するんじゃないですよ、ね、山だってね、高いだけが値打ちがあるんじゃなくてね、そこに木が生えておってね、いろんなね、動物が住んだりね、そしてまた鳥が来たりですね、そしてまたね、そのできた木によってね、お家になったりですね、いろんな建物にね、使われたり、いろんな道具になりますね。そういう値打ちがあるからこそね、山っていうのは非常にありがたい、それこそ尊いんですよっていうことですね。もう一回じゃあ言って、この実語上の終わります。これが実語上の一番初めの言葉なんですね。もう一回参りましょう。はい、一緒に聞きますよ。山高きが故に立っとからず。はい。山高きが故に立っとからず。木あるをもって立っとしとす。木あるをもって立っとしとす。人を超えたるがゆえに立っとからず。人を超えたるがゆえに立っとからず。地あるをもって立っとしとす。地あるをもって立っとしとす。なりおちゃん一人で言ってみてちょうだい。はい。山高きがゆえに立っとからず。地あるをもって立っとしとす。人を超えたるがゆえに立っとからず。地あるをもって立っとしとす。はい、ありがとう。よく言いましたね。よく言えました。皆さん方いかがですか？このね、実語帳という非常にね、有名な弘法大師さんがね、書かれたというふうなことが言われるんですけども、またね、次の時にはね、玉磨かたれば光なしというね、玉もですね、磨かなかったらね、光が出ませんよ。人間もね、努力して磨いてこそ素晴らしい人間になるんですよっていうようなね、言葉もまた紹介したいと思います。いろんなね、いい言葉が次々と出てまいります。前にですね、この村岡先生のところの子供英才塾って言ってですね、私は英才っていうのは私三木英一と言いますけども、豪を三木英才と言います、学問上のね。それで子供英才塾っていうのはここでさせていただきまして、小学生ですね、4人か5人いました。みんなでですね、術語教スラ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 ですね、最後までね、通読をよくしたもんであります。ですから焦るんじゃなくてね、一つ一つ覚えながら意味も分かった上で、そして声を出してですね、毎日のように繰り返して言ってくださいね。これ月に1回か2回だけ声出したんじゃダメですよ。毎日ね、もうわずかね、3分か5分でいけますよね。だから5分か10分、皆さん方ね、
声に出して言ってごらんなさい。もう小さい時だとすぐ暗唱してもらってしまいます。ちょうどね、私の孫がね3人いるんですけども、姫路に昔その有名なね、安岡貞子先生っていうのはね姫路に来てくださいましてね、で子供でですね論語の勉強しているグループがねそこにステージでですね発表会いたしました。で私の孫一番上が6年生でですね、その次がね、2年生だったかな3年生だった、一番下はまだね幼稚園で行ってたんですけどもね、みんなねテキストみんな持ってるんです。だから一番下のですね孫は持ってること持ってるんですけどね、ほとんどテキスト見ないでみんなお客さんの方を向いてですねみんなと一緒にね、暗唱してました。だからもう幼稚園ぐらいからですね論語っていうのは繰り返し言えば見なくてもね言えるようになるというふうなことを私も実際に経験してきました。はい、そうしましたら、論語と実語帳の方をこれくらいにさせていただきます。次はですね教育直語というね、これは非常に大事な教えが書かれていましてね、日本の国はね、天照大神様のね、流れを組んで御皇室ね、神武天皇から始まって今の天皇陛下、金城陛下は何代目やと思いますか？どうですか皆さん方、随分ね世界一番長いね歴史を持った御皇室王朝なんですよ。アメリカのね教科書でしたらね、世界史の中で日本はですね世界で一番ね長い王朝だということが書いてあるんですね。まあ、ということで、日本の留学生がねアメリカ行った時に、じゃあね初代の天皇陛下なんていう名前の天皇陛下言って尋ねられたら、それもわからない、神武天皇というのと知らないね日本人の留学生だったんですね。今何代目ってね今聞かれて、上皇陛下になっておられますがね、何代目って言ったらですね、それもまた分かるねいうようなことでした。今ね、は126代のね天皇様がね、今の金城陛下であります。よろしいでしょうか。まあ、そういうね、中でそのまあおじいひいじいさんのもう一つおじいさんになります、今のね天皇陛下からしましたら明治天皇様がですね、日本のね、国の、まあ、明治維新ねが起こってからね西洋のものを一生懸命取り入れたんですね。で東京大学にね、当時東京帝国大学って言ってましたが、天皇陛下がね、行幸されて視察に行かれました。そうしますとね、いろんなねその西洋から伝わってくるね、文物についての勉強一生懸命みんなしてるわけね。ところがねあれだけその今見せましたようにね、この庶民の子供はね寺子屋でね、そしてね侍の子供はねそれぞれの藩にね藩校っていうのがありました。姫路の場合はね高古堂っていう藩古堂があったんですけども、その藩校でですね習うね武士の子供とかね庶民が一生懸命寺子屋で学んだようなね素晴らしいね人間としての生き方、こういうもののね勉強がきっともですね東京帝国大学でね教わってないじゃないかと。果たしてこれでね将来卒業してから日本の国をですねリードしていくね人物が育つのかといってですね非常に心配されましたね。そして教育にね関する大事な教えをですね、作るようにというふうにね言われて、そして、井上小橋という人とね、その先輩にあたりますね、まあ、なんて言いますかね、一緒に努力して、まあ、最終的には山本小橋が作ったんですけども、いろんなね日本の素晴らしい教えをねまとめて作られたのが教育直後、非常に短いね文章なんですけども、天皇陛下ご自身がね、私も一緒にねこの教えを守って実践していきますから、国民の皆さん一緒に頑張ってね行きましょうっていうようなねことを言っておられるのが教育直後であります。まあ、それで今日はですね教育直後、本当でしたら全部もいっぺん読んでもいいんですけども、あんまり初めからそれしますと、いやそんな難しいなぁとこうね思えると思うので、その中にね12のね特目、
人間として大事なね、徳を十に挙げているんですけど、一番初めがね、親孝行についてね、父母に孝に、兄弟に友にというのがあるんですね。お父さん、お母さんには孝行を尽くしね、友達とはみんな仲良くするんですよというふうなね、そういう教えがあるんですけども、その父母に孝にというね、ことで、テキストは、この明星社から、ね、出ています、高橋史郎先生という、この方は姫路のちょっと西の辰野というところのご出身で、今東京でですね、大活躍されている素晴らしい先生ですけども、その先生が編纂された物語で伝える教育直後、親子で学ぶ優位の大切なことというですね、こういうテキストがありますので、これに基づいて、ね、これからお勉強していきます。今日は父母に子にというところで、二宮金次郎のね、話が紹介されてるんです。私が読んでもいいんですけども、4年生だったらもうね、リオちゃんも読んでくれるかな。元気出して読んでみますか。ね、ゆっくりでいいからね。うん、そう。ね、両親に尽くし家を守った二宮金次郎。ね、二宮金次郎はいうところから少し読んで私がまた解説しますからね。はい、ちょっと読んでみてちょうだい。はい。二宮金次郎は江戸時代百姓の家に長男として生まれました。うん、家は大層貧乏でしたので、小さい頃から父母の手伝いをし、家を助けていました。うん、しかし、それでも生活は苦しく、とうとう母は一番末のまだ幼い弟を親戚に預けることにしました。うん、しかし、その日から母は預けた子のことが気にかかって夜も眠れません。うん、今頃は目を覚まして父を探して泣いているだろう。泣いているであろう。うん、そう思うとかわいそうでならなくなり、いつもこっそり泣いていました。はい、ありがとうね。1ページに書かれているね、二宮金次郎ね。まあ、江戸時代っていうのはね、まあ、今からね、まあ、江戸時代ってのは徳川ね、家康が、ね、戦国時代、織田信長とかね、豊臣秀吉とか、ね、ああいう武将が戦った後ですね、徳川幕府ね、開きました。それ以降ですね、徳川幕府はずっとね、200何年余り続くんですけども、その江戸時代ですね、の二宮金次郎、百姓のうちにね、長男として生まれたんですね。まあ、非常に貧しかったわけ。だからね、お父さんお母さんの手伝いをしてね、よう家助けとったわけやね。だけどね、生活が苦しいもんですからね、小さな下の弟をですね、ご親戚預けてしまった。だけどお母さんはね、まあ、赤ん坊でですね、まだね、お乳を飲むようなね、子供預けたもんだからかわいそうでね、もう眠れなくってね、こっそりとね、泣いていたんですね。はい、次のページお願いします。そんな母に、はい。そんな母に気がついた金次郎は、お母さんどうしてお休みになりませんか、うん、と聞きました。すると母は、心配しないでいいからお休みと言って涙を拭うだけでした。うん、金次郎は、これはきっと預けた弟のことを心配していらっしゃるに違いない、うん、と気持ちを察し、お母さん、弟を家へ連れて帰りましょう。うん、赤ん坊が一人ぐらいいても何でもありません。うん、私がその分一生懸命に働きますからと言いました。うん、母はとても喜んで、すぐに親族の家に走り、赤ん坊の弟を連れて帰ることができました。金次郎と母は涙を流して喜び合いました。はい、ありがとう。いや、すらすらとよく読めますね、リオちゃんね。ね、そんなお母さんにね、気がついた金次郎がですね、お母さんどうしてね、休まれないんですかとこう聞いたわけね。そうするとね、もう心配でね、心配で寝られないんやって言ってね、涙をね、拭われました。ね、そうすると金次郎がね、あ、これはね、弟のことが心配なんやな、とね、お母さんもね、親戚に預けた弟を連れて帰りましょう、とね。ね、赤ん坊一人ぐらいいてもね、僕が頑張ったらね、大丈夫だよって言ってね、お母さんに言いました。それでね、親戚からね、赤ん坊を連れて帰るんですね。まあ、金次郎もお母さんも大変ね、涙を流して喜ばれました。実はですね、私自身、先ほど言いましたようにね、小学校5年生、1年生の時にね、父が戦地に行ったんですね。その後、私が6歳で、妹がね、4歳と、一番下の妹はね、誕生日でした、まだね。ですから、私はね、お父さんの顔などを覚えてるんですけど、妹たち2人はですね、ほとんどね、お父さんの顔をね、知らない状態なんですけれども、まあ、そういうね、時にまた戦争にね、負けて、
ね、私10歳の時、5年生の時でした、ね。非常に貧しかったんですね。それでね、まあね、母はもう、ね、生活ができていけないからね、もう3人の子供を連れてですね、お父さんのとこ行きたいと言ってですね、泣いたことがあります。そしてね、私はね、そんなことをしてね、3人ね、連れてお母さんがね、まあ、親友ですよね。お父さんのとこ行ってもお父ちゃんがね、喜んでるわけがないやないのとね、僕が頑張るさかいみんなで行っていこう言うてですね、母にしがりついてね、みんなで泣いて、そんなことをしたことを思い出したりするんですけども、ね、兄弟がね、揃ってね、うちに、生活できることは非常にありがたいことですよね。さあ、その次ね、14歳になったときね、お父さんが亡くなりました。はい、そこのとこお願いします。じゃあ、りょうちゃん、はい。14歳になると、金次郎は父を亡くし、16歳のときに母も亡くしました。金次郎には2人の弟がいましたが、弟たちは母の生まれた家に預けられ、金次郎は1人だけ王子の家に世話になることになりました。金次郎は王子の言いつけを守り、一日中よく働き、その後夜遅くまで法要に字を習い、戦術の稽古をしていました。しかし、王子は金次郎が夜学問するために使っている明かりがもったいないと言って、学問をやめさせようとしました。はい、ありがとう。ね、14歳になった時ね、まあ、ちょうど中学校卒業したぐらいの時ですね、ね、するぐらいの時、中学生の時ですね、金次郎はお父さんが亡くなりました。またね、2年おいてお母さんが16歳の時に亡くなってしまうんですね。まあだから2人の弟をね、抱えてね、一生懸命ね、努力するんですけどもね、まあやっていけませんからね、弟たち2人はね、お母さんの実家ですね、生まれられたね、お家に預けました。で、金次郎はですね、お父さんのね、実家のね、おじさんのお父さんの弟のですね、家にね、世話になることになったんですね。で、金次郎はね、おじさんの言われることをよく聞いてですね、一日よく働きました。ね、夜遅くまでですね、一生懸命働いてね、その後ね、本を読み、ね、字を習い、算術の稽古をしていきましたとかね、よくあの読み書きそろばんって言いますね。一番大事なのはね、文字が読める、ね、本が読める、ね、そしてね、字が書けること、そしてね、算数の計算ができることやね、今小学校でもね、みんなこう、句を覚えたりしますね。二人が四、二三が六言ってね、足し算覚えたり、掛け算覚えたりね、引き算、ね、加減、上々と言いますが、そういうね、算数のね、一番基礎みたいなことをね、で字を読む、ね、本を読み、字を習い、ね、算術の稽古をよくしました。ね、しかしね、おじさんはですね、金次郎のね、夜ですよ、一生懸命本読んだりしてるね、そのために使うね、明かりがもったいないと。昔はね、電気じゃなくてね、またね、油でですね、このね、灯火をね、焚いて、それで本読んでたわけね。今見たら非常に暗いですよ、ね、ですけどね、そして学問をするためにね、明かりがもったいないからね、学問をやめさせようとしたんですね。百姓をするのに学問はいらんって言ってですね、非常にお叱りを受けました。ね、はい、その次でお願いしましょう。はい、すると、はい。すると、金次郎は誰も耕そうとしなかった荒れた土地を耕して、油菜を育て、収穫した種を油屋に持って行き、油に変え、それを使って明かりを灯し、毎晩学問を続けました。うん、しかし、それでも叔父は、本を読むくらいなら、うちの仕事をもっとしなさいと言ったので、金次郎はさらにたくさんの仕事をしてから、寝る間を惜しんで学問をしました。うん、金次郎は自分は今学問をしておかないと、一生も学の人となる、立派な人となることも、家を繁栄させることもできないという強い思いがあり、その志が力となっていました。うん、そして、この頃の体験によって、金次郎は小さな努力の積み重ねが大切だと学び、この考えは、うちの行いや考え方の根っこになりました。はい、ありがとう。ね、よく本当、すらすら読めますね。ね、金次郎はね、おじさんからそう言われたんでね、もう誰もね、もう耕さないようなほったらかしのね、会えた時があったんですよね。でそこをね、耕してね、ね、菜の花をね、植えてね、菜種ね、収穫したね、種からね、油をね、油さえ持って行ってですね、油に変えてもらってね、でそれを使ってですね、ともち火のね、明かりをして、そして毎晩ね、学問を続けたわけですね。一生懸命、おじさんにね、おじさんの言われることはもっともやなと思ったわけね。もうそんなね、おじさんのね、お家でね、自分の油でもないのをね、
勉強するためにもったいないからね、もう火を消せと言われたりしてね、百姓に学問いらんなんか言われたりするんだけども、まあ、おじさんの言われることを思ったもんやなと思って、それだったらね、自分で、ね作った、ね油で、そして学問しました。しかしそれでもですね、おじさんはね、本を読むくらいならね、もううちの仕事をもっとせんかいとね、もっとしなさいと、こう言ったんですね。で、金次郎はね、まあ、さらにたくさんのね、仕事を一生懸命しました。ね。もうそれで、まあ、寝る間も惜しんでですね、学問したんですね。よく今学校にですね、小学校に、金次郎がね、芝を背負ってね、本を読んでる銅像がね、ある学校もあるかもしれません。昔はね、全部小学校にはあったんですよ。それがね、残念ながら、前のね、大東亜戦争の時に、ね、金属がね、みんなね、教室といってですね、飛行機や船にするためにね、学校にあるね、銅像とかね、あるいは家のですね、金物、ね、そんなものをみんなですね、国のために出したことが、しました。ですから、戦後はですね、再戦が終わってね、日本の国が敗れてからは、学校の校庭に金次郎の銅がなかったんですけども、今ね、いろんな地域で、ね、近くの会社が寄贈したりですね、あるいは、ね、自治会が寄贈してですね、近所の銅があったりします。私の卒業した、私は千葉小学校という今言う、ね、姫野市内の小学校を出たんですが、小さい時はもちろん近所の、ね、銅像がありました。戦争の時に出してしまったのを、ね、地元の婦人会がですね、何十周年だったかな、その学校の創立何十周年の時に、寄贈していただきましてね、今金次郎の銅があります。金次郎がね、芝を担いで見ている本ですけどね、あれがね、有名な大学というね、昔の古典なんですけども、論語と同じようにね、みんな昔の子供は論語申しね、大学中庸と言ってですね、4冊のね本を大事にね読みました。その大学の中の言葉をね、開いて、読んでますのでね、その文字がね、その開いている像のところに書き込まれたりしております。さあ、その次に今読んでもらうとね、金次郎は自分はね、今ね、学問しておかないと一生無学の人となってしまうね、無学ね、学問のない人になってですね、立派な人になることもね、あるいは家をね、もう一回ね、立ち直して繁栄させることもできないからという強いね、思いがあって、その志がね、力となりました。そういうね、自分の思いを、強い思いを持つことが大事だね、自分はこなしていけるんやというね。で、その頃からね、の体験によって金次郎はですね、小さな努力の積み重ねがね、非常に大切だと思ってね、小さなものも積もり積もればね、大きくなりますね。これを四字熟語って言いましてね、積少偉大、ね、ここにも書いてあるんですね、格好にですね。これもまた、小さなものを積もり積もればね、大きなものになりますよっていうね、積少偉大っていうね、あとね、行いや考え方の根っこがね、ここで、使われました。はい、ちょっと先ほど大学って言いましたが、今、村岡先生がですね、地出版社から出ている、特本カナ大学、大学を所属するというね、伊予田悟先生が直筆で書かれたですね、本を持ってきてくださいました。これもですね、本当は機会があれば、ね、みんなと一緒に勉強したんですが、その中にね、こういう言葉があるんですよね。金次郎が読んでるページにですね、ちょっと読んでみますよ。一家人なれば一国人に起こり、一家城なれば一国城に起こり、一人探礼なれば一国乱をなす。ね、一つの家にですね、みんなね、思いやりのあるね、人というのはね、人の気持ちが分かってね、人に親切にね、思いやりの気持ちを持って接するのは人です。一家みんなね、人であったらね、一国人によくね、一つの国がみんな人のね、優しい思いやりのある国になりますよ。ね、一家情なれば、お互いね、譲り合うね、一家がみんな情で、譲り合う気持ちがあれば、一家ね、情を起こすね、国もでね、みんな譲り合うような立派ないい国になりますよ。一人探礼なれば、一国乱を起こすね、ところがね、国中ですね、ね、一家でね、貪欲でね、道理を無視してね、わがまま、ね、そんなことをしだしたらね、国が乱れてしまいますよという、こういう教えがね、書かれているところを読んでる、ね、わけです。ですから、
皆さん方もしね学校に、金次郎の像があったらですね、その像にどんなふうなね言葉が書かれているページ見てるか、また一見先生に尋ねてみてください。ね、こういう非常にね今日本の国もね、あのお家がですね、中でね喧嘩したりね、親子で喧嘩したり悲しい事件が起こりますね。お母さんが子供をいじめたりね、子供が親を殺したりというのはね、とんでもないことが起こりますけども、昔はですねこういうね、大学というような所属をして、大学の一番初めはね有名な言葉なんですよね、まあ、これちょっと今日の勉強と関係はないんですけども、非常に有名な言葉でね、響きもいいの、ちょっとね、大学の道は明徳を明らかにするにあり、民に親しむにあり、自然にとどまるにあり、こういうね言葉で始まります、ね、そして私が今あの先ほどちょっと紹介ありましたけども、模型クラブというね勉強会、一出版社の父というのもですね、格物父といってね、この大学の中から捉えた会社の名前なんですけどもね、はい、ちょっと横道それましたけども、金次郎がですね関所以来ね、小さなことをコツコツ積み重ねてね代を成すと、はい、その時の書こうして、はい、こうして20歳の時、金次郎は荒れ果てていた自分の家にやっと戻ることができました、うん、そして他の人に売られていた実家の田屋畑を一生懸命に働いて買い物し、家を豊かに作家にしました。そしてお父さんお母さんのお墓にお参りして、お喜びください、二宮の家もようやく立派に立ち直りましたと知らせました、そんな金次郎の評判はすぐに広がり、そのお父様から人もお米の収穫量も減り、活気を失った村を立て直すようにと数々の役目を与えられました、農民出身の金次郎にそのような役目が回ってくるのはとても珍しいことで、そのおかげで金次郎はますます有名になりました。はい、ありがとうね。金次郎がねそうやって一生懸命働いてね、あれはた地をですね土地をね、もう耕しながらね、自分の家をね、もっぺんね、買い戻しね、田んぼもね、戻して、立派にね、していったの、有名に、ね、評判になったんですね。で、お殿さんからね、あちこちね、もう村でですね、田んぼがね、もうほったらかしになったりね、村が活発でなくてですね、人がいなくなったりね、そういうところを立て直してほしいっていうね、頼まれてね、そういう役目を持って、ね、仕事をするようになりました。ね、お百姓の出身ですけどもね、侍のね地位にしてもらうんですね、はい、次金次郎は、はい、金次郎は村で生活に困っている人がいたら親切にすることをし、田畑で採れたお米や稗などは全部食べてしまわないで、大きな災害が起こった時など困った時のために取っておくように勧めました、そのため金次郎が住んでいた村ではお米が全く採れなかったとしても大勢の人が死なずに済み、多くの人々から感謝されました、そして誰からともなく二宮三徳先生と呼ばれ慕われるようになりました。そうですね。ね、金次郎はですね、まあ、村でね困ってる人があったらね、非常に親切にね助けてあげてね、田畑をね一緒に耕すね、みんなでね食べられるようにと、そしてね大事なことはね、もうと取れたお米をね全部食べてしまうんじゃなくてね、ちゃんと蔵にね残しておいてね、日本でもねそうですね、大雨があったりね洪水になったりしてね、田んぼがねお米が取れない時ありますね。そうするとね、みんなそれこそね、村の人が死んでしまいます、食べるものがなくてね、飢饉と言いますけどね、昔もそういう飢饉が起こりました。隣の村ではね多くの人が亡くなったのにね、金次郎がね、この教え指導した村ではですね、ちゃんとねお米が蓄えられていてですね、みんなね餓死しないで死なずに済んだんですね。そしてみんなから感謝されました。これはもうね二宮金次郎のおかげやと言ってね、そしてみんながですね尊徳先生ね、非常にね徳の高いね素晴らしい先生、二宮尊徳、ね、先生と言ってみんなに慕われるようになりました。はい、次幼い頃から、はい、幼い頃から貧しかった二宮金次郎は食べていくこと、お金を得るために働くことの大変さを誰よりも理解していました、だからこそ貧しい中でも大切に育ててくれた両親への感謝の思いが人一倍強かったのです金次郎の人に親切にし、
困った人を助ける生き方の根本には父や母から受けた恩に報いたいという一途な心があったのです、うん、金次郎は次のような短歌を読んでいます、うん、父母もその父母も我が身になり、うん、我を愛せよ我を敬せよ、うん、短歌の中を読んでごらん。お父さんとお母さんはおじいさんとおばあさんの命を半分ずつ分けてもらうまで、そのおじいさんとおばあさんもひいおじいさんとひいおばあさんの命を半分ずつ分けてもらって生まれてきました、うん、つまり今ある私たちの命をそのまま父母の命であり遠い先祖の命と言えるのです、うん、だからこそ自分を愛し尊びましょう。はいね、幼い頃からね、小さい時から貧しかった金次郎はですね、ね、食べていくこと、ね、お金をね、得るために働くことの大変さも誰よりも知ってたわけね。もう小さい時からね、あまり苦労なしにね、お金持ちの家の子供だったらね、そんなことも分かりません。だけどね、お父さんも亡くしね、お母さんも亡くしてね、そして一生懸命ね、弟たちをね、育てながらね、努力をした金次郎ですからね、本当にね、お金を儲けることがどれほど大変なことかってよく分かるわけね。貧しい中でも大切に、ね、育ててくれた、ね、両親への感謝の思い、人一倍強かったんですね。金次郎の、ね、人に親切にして困った人がいたら助けて、こういう、ね、生き方、大事なことですよね。自分だけ良かったらいいと違うんですね。近くに、ね、困った人がいたら助ける、ね。お父さん、お母さんから受けた、ね、このご恩に、ね、報いたいという、ね、非常に、ね、強い心がありました。で強いね、それで金次郎がね、読んだ歌にこんなのがあるんですね。父母もね、その父母も我が身になる。ね、今ちょっとね、括弧の中を、りょうちゃんが読んでくれましたけども、ね、お父さんお母さんのね、またお父さんお母さんね、おじいちゃんおばあちゃんね、ひいじいちゃんね、ひいじいちゃん。みんなですね、我が身になるね、私の身にね、つながってきてるわけね、ご先祖様の血がね、どっかで切れててもね、自分はこの世に生まれてきておりません。ね、我を愛せよ、我を敬せよ。ね、だから自分をですね、大事に愛するんですよ。また自分のことをね、尊敬してね、敬うんですよ。ね、自分がね、自分の気持ちをね、しっかり持ってね、自分を愛し、自分を敬する気持ちがなければね、人を愛し、人を敬する気持ちが起こりませんね。まずは自分が大事ね、自分の大、この身はお父さんお母さんやらね、ご先祖様の、ね、おかげやなと思ったらですね、ね、自分の体をね、大事にします。みんなそうすると、人様もみんなそうですね。愛する、敬するね、愛敬という言葉が非常に大事な言葉です。さあ、最後いきましょう。生きとし、はい。生き生きとした子供の姿を見ることは、親にとって一番の喜びです。つまり、両親に孝行を尽くすとは、両親に恩返しするだけではなく、自分の体を大切にし、自分自身を大好きになることでもあると、金次郎は言っています。はい、ありがとうね。これが最後のまとめですね。生き生きとしたね、子供の姿を見るっていうのはね、お父さんお母さんにとって一番の喜びなんですね。だから子供がね、お父さんお母さんの一番の悲しみはですね、小さな子供がね、病気になった時ですね、ね、変わってやりたいというね、そういう気持ちがね、お父さんお母さんがありますね。今も小さな子供がね、子供病院入ってね、入院してるような子供が時々テレビなんかでも映りますね。小児がんでね、髪の毛も抜けてしまってね、病院入ってるような子がいます。そんなに大きなね、病気じゃなくてもね、ちょっとしたね、怪我をしても、ね、ちょっとした病気でもですね、お父さんお母さんはね、心配されるんでね。ですから、親にとってね、子供の元気な姿はみんな一番の喜び。ね、だから、両親に孝行を尽くすということはね、両親に対してご恩返しをするだけじゃなくてね、自分の体をね、大切にして、自分自身をね、大好きになること、ね。これもね、金次郎が言ってることなんですね。今はね、自分のね、自分に自信が持てないとかね、もう自分が嫌やとかいうね、ことを言う小さな子供、若者がいたりしますけども、そうじゃないんですよね。このように生を受けて私がですね、初めに言いましたけども、みんなね、生まれたらね、なんとかこの世の中でね、役割があって生まれてね、こんな話がありますね。生まれるときね、この手握ってね、おぎゃー言うてね、お母ちゃんの中から出てきますね。で、そのね、この握ってる手の中にはね、ちゃんとね、あなたはこういう世の中でね、生まれたらね、こんな役割があるんですよ、言うてね、ここに書いてあるってね。で、だんだんね、減られていって、あ、私はこういうことをね、一生懸命するためにこの世の中に生まれてきたいな、というね、
分かると、まあ、そういう話があったりします。まあ、森信三先生っていうね素晴らしい先生がいらっしゃるんですけどもね、みんなね、風書を持って生まれる、ね、封筒の中にねあなたはこういうね役割をしてこんな言い方するんですよと書いてあってね、それ持って生まれてきてるのにね、それを封書をね封を切らないでね、死んでしまったりするもったいないことになるんですよとね、みんなね自分の役割がありますよっていうね教えがありますね、人生二度なしという言葉もありますけども、二宮金次郎のようなね、人は昔もたくさんね、いたんですけども、その代表的にね小さい中で苦労したけれども、こんな立派なですね、人になってね多くの人を助けてね、そして百姓の立場からね、お侍のね当時は知能交渉といってですね随分差別がございましたね、侍の地位にまでしてもらってみんなから慕われてですね、金次郎が素晴らしいね人物になって親に孝行することの大事さを教えた物語でございました。まあ二宮尊徳はですね、だけどねなかなか自分の言うこともね村人が聞いてくれない時もありました。これはね自分にまだ徳が足らんのやと思ってね、そしてお寺にこもってですね修行して、ね、尊徳先生がどっか行きちまわれた言うてね村人が探し回ったりしたらね、先生がね、お寺にねこもってね断食してね、自分をね人間としてもっとね高めて、ね、徳を積んだらみんながね私の言うことも聞いてくれるかなと思ってね修行されたというふうなね話もあります。まあ、そういうことで、今日は第一章がですね親に孝というね親孝行することの大事さね、両親に感謝して孝行を尽くしましょうというね、物語を二宮金次郎を通じて学びました。私もですね、ね父を先ほど言いましたよね戦争で亡くしね、苦労して3人の子供をですね、育て上げてね一生懸命働きました。親孝行したいと思っている時にですね母は59で亡くなったんですね。最後がんにあずれましたね。非常に痩せてですね痛がるんですね。だから私はですねその母のね痛いところをね涙流してさすってやるしかできなかったんですね。本当はその痛いところをですね変わってやりたいという気持ちが強かったですけども、人間はですね、一人生まれて一人死んでいくね、自らこれを受けて変わるものあることなしというねお経さんがあるんですけども、私はそういうことも経験してきました。ですから亡くなった時は何とも言えないですね空虚なね虚しい日がいたしました。来年あの50回忌というね法事をするんですけども、今年は父のですね77回忌というね亡くなって77年になります。まあ、そして私もですねこんなにね、長生きができるとは決して思いませんでしたね。同級生がね、もう立派な体格をしたね運動もよくしたりいろいろしてた友達が次々亡くなってですね、今小学校時代のね友達でほとんどですね今校区に10何人いた友達が今ね生きてるのは2人ですね。そんな中で私が米寿を迎えてですね毎日ね元気で皆さんと一緒に勉強したりですねいろんな話がさせていただけるいうことは、これは神さん仏さんがね守ってくださってね若くしてね先生のために命を投げ出されて、ね、特等隊なんかでね17歳20歳でですね、ね子供も子孫も残せないね、ご英霊がたくさんいらっしゃいます。そのことを思えばね、父の命がつながった私はまだね本当に幸せやなと思ってね、自分の命を大事にして、ね、次の世代を立派なね日本人の子供を育てたいなね、一つ歩んできた私の願いで、まあ、今日第1回目のですね親子で学ぶね日本の心ね、日本の、まあ、親子の英才塾といいますか、私のお話を第一回に聞いていただきましてありがとうございました。まあ月に1回か2回ですねこれからお話しさせてもらおうと思いますけども、いかがだったでしょうか。久本さん何かご感想でもご意見でもお願いいたします。ありがとうございます。私もちょうど1年ちょっと前ぐらいからまあ、こういう学びを始めたところでございまして、ああそうです、なんか知ってることもあれば知らないこともあったりで、さっきのあの伊予田さん先生の本をこの数ヶ月前めちゃくちゃ読んで、はい、ああすごい先生やなと思いながらですね、そうですね、こんなああ学びをもっと広げなあかんなというのはすごい感じました。はい、であとはい、あどうぞどうぞ、はい、今日
今日何人くらいオンラインで聞いてくださってますかね、はい、何かオンラインに聞いてくださった方でご意見とかありましたらどうぞ、はい、そうですね、誰か喋れる方会場いただいてどうでしょうか。なでしこさんどうですか。ちょっと喋れますか。はい、ありがとうございました、はい、私も3人子供がおりまして、今ちょうど日本の歴史をずっと勉強していて、はい、それで、ちょうど先日教育直後のことを勉強していたので、生のお話が聞けてとても勉強になりました。そういう場所が各地に昔は多分あったと思うんですけど、そういうことを教えてくれる、今は、はい、なかなかこういう基本的な基礎っていうんですか、人間の基礎みたいなところを教えてもらえる場所がないので、はい、私が勉強して子どもに伝えたいなと思います。ありがとうございますね。またね、教育直後一緒にね、朗読をするようなこともね、いたします。あんまりね、初めからね、朗読したちとね、あ、これは難しいなと思ってしまって、少しずつね、特目を学んだ後でですね、ね、鎮護無鬼というのをね、みんなで読んでみたいと思いますね。天皇陛下が言われたんですね、はい。あといかがでしょうか。はい、吉川さんも喋れますか。よければどうでしょうか。あ、ちょっとミュートでございますね。はい、こんにちは。解除できるかな。あ、OK です。はい。はい、どうもです。三木先生、お久しぶりです。吉川です。今どうしたの？繋がってますね。15日、護国神社でお会いできなくて、ちょっと寂しかったです。東京いかがでしたか？そうなんですよね。15日ね、東京行ってましてね、それで市民会館のね、慰霊祭も、青年部長のね、石堂大輔君に私の追悼文を代読してもらったようなことでね、本来でしたら慰霊感謝祭護国神社で朝早くとね、昼からもずっと僕にいたんですけどね、そうでしたか、どうもどうも。だけどこうやって今聞いてくださる、今どちらにお住まいですかね。私は夢前町です。ああ、それはそれは、久本さんもなんかもともと夢前町のご出身やとか言って聞きましたな、これ。ちょうど夢前町で今山の内おります、山の内。ちょっとこの家族でですね、バーベキューするというので、すみません、移動中で申し訳なかったですが、はい、これも親孝行なのか、愛はすってことなのかな、そういうことかなと思いながら、はい。ね、だけどこういうふうにね、会場だけじゃなくてね、オンラインで多くの人とですね、私の話聞いていただいて、またね、こうやってやり取りができるなんてのは嬉しいことですね。いや、久本さんどうぞ、ありがとう。私もこういうことになかなかね、自分で。すいません、いやいや、私も。久本さん、ありがとうございます。朗読するって概念がなかったんで。ああ、全然、こちらこそです。また案内しますんで、よかったら、継続的に来ていただけたらなと思います。あ、あと、村岡さんの娘さんがすごくてですね、直接ちょっと話したことないんですけど、ちょっと喋れませんかね、村岡さん。どうですか、娘さん。喋れますよ。どうですか、本当ですか。先生の学びとか、どうですか。何も喋れません。ぜひ、先生の学び、三木先生の学びどうですか。難しいことも簡単に説明してて、子供にも分かりやすかったなと思います。嬉しいね。すごいですね。はい、すみません、一緒にやってくださってると言います、これを企画してくださった村岡さんなんですけれども、ちょっと姫路の方で、お子様がですね、結構村岡さんと一緒にいることですごく影響を受けながらですね、こんなことも参加できるなって、私の息子なんて到底ちょっとまだまだなんで、ちょっとまず私が息子に影響ができるぐらいにならないとなっていう感じで今日は思いました。まあね、私自身ね、A1 でですね、パソコンで検索していただきましたらね、今まで講義しているのが伝わったり、YouTube で流れております、西春馬ライオンズクラブなどでですね、講義したのも流れてますし、まあ、いろんなことしてますので、いっぺん、論語、三木英一とか、三木英一で検索してみてください。いや、ご縁が皆さんとつながって、非常に嬉しく思います。
ありがとうございます。ちょうどまあ1時間ぐらいになりましたので、初めね、まあ、1時間半ぐらいと言ってましたけど、そうですね、長すぎるでって言うと1時間がちょうどいいとこやろって言われたんで1時間の中で論語と実務教と教育直後と非常に盛りだくさんでしたけども、まあなんとかね、皆さん方に分かっていただけるように、お話をさせていただきました。私も努力いたしますけど、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。はい、では良い休日を。あ、小林さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。